ここだけの話だよ。バニコーのやつさ、黒歴史のノートをどっかに埋めたらしいんだ。どこにあんのかな。あのワニの野郎、きっと知ってるよな。締め上げて吐かせりゃよかったかな。もし見つけたら教えなよ。楽しみだぜ。掘り残したポイントはないか。よく見ておけよ。もったいないからな。どんなお宝が眠ってるかわかんないからね。地形のチェックは怠るんじゃねえぞ。発掘作業は危険と隣り合わせだ。死にたくなけりゃ気を抜くなよ。おお、発掘だってな。面白そうなことやってんじゃんか。うちに任せなって。歴史に残るレベルのお宝掘り当ててあげっから。私のアンプロワイへ。ここはスーパーバニアのオフィシャルセレクトショップ。おすすめのアイテムがいっぱいだよ。頑張って全部ゲットしてね。私との約束だぞ。また来てくれたんだね。頑張ってくれて私も嬉しいよ。忙しいのに店番してていいのかって？大丈夫。これもリーダーの大切な仕事だから。マスターの活躍を見守っているからね。何度でも会いに来てほしいな。ようこそ私のアンプロワイへ。新作映画の企画を考えてるんだけど。小さなお店が舞台の話ってどうだろう。そこには不思議なアイテムが並んでて、手に入れた人はいろんな事件に巻き込まれるんだ。怖い目にあったりもして。あ、このお店はそんなことないからね。パプン、新作映画のインフォメーションとかお知らせとか利用規約は当然チェックしておくのがリテラシーの高い私のスタイルだよ。君も習慣にしとくといいよ。おお、旦那様、ちょうどいいところへ。ご飯が炊き上がったところです。すぐにおにぎりをこしらえますね。具はどうしましょう。梅干し、おかか、塩じゃけ、昆布、名付け、古漬け、明太子。え、それよりお宝ですか。ご安心ください。このおにぎりは私どもの心尽くし、無料ご奉仕でございます。どうぞたまんと召し上がれ。いらっしゃいませ、大旦那様。法然満足、千客万来、よろずや浄土へようこそおいでくださいました。いいものいっぱい取り揃えておりますよ。もちろんお足はいただきますけど。おお旦那様、ちょうどいいところへ。おお旦那様、おお旦那様。はぁ、売り切れちゃう。なんの、まだまだ五穀豊穣のお恵みは尽きるところを知りません。いっぱい出しちゃう。せーの、コンコラリーのセトンタン。さすがは大旦那様、お目が高くていらっしゃいますね。
では、コンコロリンのすっとんとん。お宝交換入りました。大旦那様、大旦那様、発掘に必要なのは観察力と粘り強さ、あとは度胸と運、もちろん繊細さもなくっちゃな。要するにうちを見習えってこと。また来てくれたんだね。頑張ってくれて私も嬉しいよ。忙しいのに店番してていいのかって？大丈夫、これもリーダーの大切な仕事だから。いらっしゃいませ、大旦那様。法然万策、千客万来、よろずや浄土へようこそおいでくださいました。いらっしゃいませ、